2016ザ・バトルホールにおいて復活の狼煙を高々と打ち上げた天竜が、しかし青森大会で八つ博組に思わぬ屈辱、3連続 KO もさることながら4連敗という屈辱はかつてない危機に直面していると言っていいでしょう。天竜源一郎がファンにもみくちゃにされながらゆっくりと何を自問自答しているんでしょうか。天竜源一郎どこに行く、ここ仙台で再び燃え上がるんでありましょうか。天竜が突っかけていった、天竜が八つに突っかけていった、天竜が突っかけていく。